皆さんこんにちは、ひろとです。今日の動画はですね、日本語で、やっております。この辺にサブタイトルがついてると思うんですけれども、英語わかんない、日本語わかんない人はここの英語読んでください。ちょっと今ね、その辺のね、正面でね、他の人が笑っているんだわ。ね、よく笑われるんですよ。こういう手もやるしさ、今みたいになんかさ、間違えるしさ。はい、ということでですね、今日はちゃんとトピックを持ってきてまして、1個目、まずは、ちょっと女性向けコンテンツについて、海外の方とちょっとコメント動画で、コミュニケーション取れたらなと思うんですけど、今日は、1個目のタイトルということでですね、僕がちょっと今日トレーナーも来てきたんですけれども、バナナフィッシュという、タイトルをお話しできればなと。皆さんご存知でしょうか。今、日本だとノイタミナというところで、アニメがやってて、多分海外でもクランチーロールとかで見れると思うんですけれども、このタイトル、ですね、そもそも僕も生まれる前の漫画がスタートでして、1985年かなに吉田明美先生という漫画家さんが、書き始めた、漫画があって、それが今アニメになってるんですけど、個人的に、2018年夏のアニメの中では一番面白かったなと思います。少女漫画っていうのは全然知らなかったんだけれども、ちょっと BL っぽいところがあるかなとは思いますが、バナナフィッシュ、舞台はアメリカになるんですけれども、アニメは、舞台が今の、アメリカなんだけれども、漫画は、1980年とかなのかな、のちょっと昔のアメリカっていうところで、アニメと漫画で、舞台設定というか年代設定が違います。まあ、主人公アッシュというキャラクターがいて、あとはまあその、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろう、彼はお友達親友という立ち位置でエイジという日本人のキャラクターがいるんですけれども、本当にね、バナナフィッシュはこのアッシュの物語と言ってもいいくらい、もうアッシュがとにかく存在感が強くてですね、個人的には最近のアニメとか漫画でこんなに存在感のある主人公はいなかったなと思ってます。声優さんの話をすると、内田雄馬さんという方で、結構いろんな女性向けコンテンツに出てて、有名どころとかだったら歌のプリンス様とかにも出てるんですけど、歌もめちゃくちゃ上手くてですね、歌プリのコンサートに行くと宮野真守さんと一緒に歌ったりしていて、宮野真守さんって結構歌うまいじゃないですか。だけど彼と一緒に張り合えるぐらいの素晴らしい歌唱力とかを持っている方です。そんな彼がアッシュやってるってのもなんか魅力なところかなと思います。ちなみにバナナフィッシュ、アニメがまだ終わってないのでネタバレもできないし、アニメがどこまで描くかもわかんないんですけど、漫画だと、一旦ストーリーが終わった後に、その後にまだなんかアフターエピソードみたいなやつがあって、ぜひもしアニメが漫画のところだけで終わったら、ちょっと英語で出てるかわかんないんだけれども、その後のアフターエピソードとかもぜひ皆さんに読んでもらいたいなという作品でございます。でね、例えばこれエンジョーアイスっていう画集なんだけれども、実はこの画集の一番最後にもとても感動的なアフターストーリーというか、なんか漫画を見終わった後に読むとすごい感動的な内容とかも入ってて、もし、漫画はちょっとゲットできないけど、この画集だったらゲットできるわみたいな環境があれば、ぜひバナナフィッシュファンの方は見ていただきたいなと。ちなみにね、このトレーナーはこの間日本で、今黙った日本でバナナフィッシュカフェっていうのがやっているので、そこで買ったんですよ。なのでもし日本に来る人とか、今いるけどそんなカフェあるの知らなかったなんていう人がいたら、ちょっとぜひバナナフィッシュカフェもチェックしてみてください。次の今日のトピックは、英語版のイケメンシリーズのトピックでございます。イケメン革命のイケメンレボリューションの方のトピックなんですけれども、もう SNS で発表されているように、近々、クロム軍のお母さん的な存在シリウスさんが、配信されます。すごいね、なんか次シリウスだよって言った時の SNS のコメントの量を見てびっくりしました。みんなシリウス大好きなんだね。
あの、まあ、ご存知の通り、声優さんは諏訪部純一さん、アニメだとユーリオンアイスのビクトルとか、とにかくあの、なんだろう、低音セクシーボイスというか、誰も異論はないはず。諏訪部さんのボイスはとても色っぽいと思います。で、そんな色っぽい、ボイスを持ったシリウスでもあるし、まあ、お母さん的なね存在でもあるんだけれども、意外とストーリー読んでいくとちょっと可愛いところとかがあったりしますので、その辺もあのちょっと注目ポイントかなと。あのどっかでもしかしたら聞いたことあるかもしれないんですけど、ちょっとランスロットとの過去の関係とかもあったりするので、そこがなんていうのかな、現れてきたりとか、まあ、あとやっぱりシリウスさん、黒の軍の中でも年齢は上の方なので、ちょっと大人な恋が楽しめるかと思うので、大人な恋したいなっていう人はぜひ彼を選んでみてください。あとね、主人公のアリスちゃんね、彼女が結構なんかあの頑張るシーンとかがあって、まあ、どこをどう頑張るとかもあんまりネタバレになっちゃうから言いたくないんですけれども、あのアリスちゃんがすごくあの可愛いルートでもあったりします。あと、愛されルート、愛するルート、 Dramatic or Romantic、 どっち選んでも、とっても最後のスチルが破壊力がすごいので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、新ユースリースまではもうちょっとお待ちくださいませ。続いてのトピックとしてですね、今日は、さっきからもしかしたら気になってるかもしれませんが、このくまちゃんたちがいらっしゃるということで、あのね、結構あの僕今のところいろんな国に行ってるじゃないですか。たくさんあのプレゼントをもらうんですけれども、その中で結構ファンアートが多くてですね、いや皆さんすごいなと思います。絵もうまいし、こんな素敵なものも作るし、なんか他にもまだ今後見せたいなっていうものがあるんですけど、絵とかぬいぐるみ以外にもいろんなものがあって、それをあのちょこちょこと、紹介できたらなと思います。で、今日はこの三成くんの、はい、ぬいぐるみたちがいてですね、彼はタイでもらって、彼はインドネシアでもらって、彼はフィリピンでもらったんだけども、すごいよねみんなね、はい、衣装を一から作ったりして、あの僕だけでなくですね、英語チームもそうだし、あのイケメン戦国チームの方に見せてもすごいなってびっくりしてました。はい、なんかそのうちなんかこのペースで三成ベアが増えていくと、三成くんの熊のミュージアムができるんではないかと思うところでもあるが、なんかここにね、なんかあの家康ベアとかもいてもいいからなんてちょっと思ったりもしてますということで、今日はこのくまちゃんたちの紹介でしたが、作ってくださった方々本当にありがとうございます。とっても大事にしてます。次はですね、日本語クラス Hiroto's Japanese Lesson Since everyone liked it、一人で喋ってもつまらないので、ちょっと、もう一人呼びますっていうのと、ここからは、ちょっと英語のコーナーです。Okay, so, I brought Yasmin right here. Hi, domo! The Japanese class! And today's word is yabai! 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 So, I wonder, like, does anyone know this meaning? Do you know what means yabai? I think yabai is really yabai. Yeah. It's commonly used in Japanese, and I'm sure you know what it means. It could...mean that way or good way. It could go either way. Yeah. I don't know how to explain like how we use yabai. Yabai! Like, yabai. I mean, really, yabai! You can use it in so many like, ways. Like, for example, like, this is so good, you can say, これやばい! Right? Or, yeah. Or, like, for example, let's say, like, Hiro came into work like 3 hours late, and he wakes up that morning and he goes, oh, yabai!Yeah, stuff like, you know, if you want to say this tastes good, he's good looking, that class is terrible, yeah, or I hate that teacher, like, yeah. I spend so much on gacha. But in any of these situations, you can say yabai, and depends on the situation, I think. Yeah.People will understand like if you use it in a good way or a bad way. Yeah, it's
It's really useful word in Japanese, right? So I have a question. How many of you guys think that Hiroto is yabai? Let us know. And what kind of yabai? Because I think he's pretty yabai. I mean, I won't tell you what yabai I'm thinking of, but he's pretty. He's pretty yabai. Right? Yeah, I am yabai in many ways, maybe. But hey, you know what? Since I love comments, and if you don't have anything to write in comments, just write yabai in comments and I'll be happy. And I'll take those yabai meaning as a good thing, so. Today's Japanese word is yabai. Repeat after me. Yabai. Yabai. ということで、See you next time! はい、今回の動画もそろそろ終わりに近づいてきてるんですけれども、今のところね、これ収録してる時は10分に収めようって話してるんだけども、結構すぐ経っちゃうんだなっていうのが分かりました。ヒロトが喋りすぎやっちゅう話でございます。はい、ただここでみんなに質問です。なんかこう質問って言った方がみんなコメントをくれるかなと思って、すごいね、今ね、前でね、こうやってやってるので、バカにされてるんです。やばいね。で、今日の冒頭で、女性向けコンテンツのなんかこう会話がしたいなと思ってバナナフィッシュをちょろっと話したんですけれども、なんかみんなでこのコンテンツについて話してみたいみたいなのがあれば、ちょっとぜひコメントでやってみてください。例えばなんだろうね、アイドリッシュセブンとかアンスターとかB プロとか歌プリとかいろんなものがたくさんあると思うんだけども、ゲームでもいいし漫画でもいいし、特にこれといった縛りはないです。みんなとこのコメント欄でお話しできればなと思います。はい、ということで質問ぜひ、答えはここのコメントに書いてみてください。はい、ということでですね、今日の動画はこれで終わりでございます。でもなんだろう、動画の最後だし、なんかね、挨拶決めたいよね。誰がいい？なんかいいかな。わかった。はい。じゃあ今日のお別れの挨拶は、決めました。皆さん見てくれてありがとうございました。バイバイキー。